こんにちは、わちゃぴです。天才たちのワンフレーズシリーズ、今回はミシェル・カミロのフレーズを紹介します。ではまず今回のフレーズを聞いてみてください。これは One More Once という曲でのアドリブフレーズです。この曲はキー G です。カミロらしいモントゥーノ的なフレーズになっています。モントゥーノについての詳しい動画はこちらになります。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。コード進行は12小節の典型的なブルース進行になっています。この中の9から10小節目のフレーズを紹介します。コードはそのキーの5-7、4-7ということになります。ではフレーズを細かく見ていきましょう。まずは9小節目です。見やすくするために調合はキー C で見ていきましょう。最後のミの音は次の C7 が少し早く出てきたと考えるのが自然です。そうなるとこのフレーズは3つの音だけで作られているのがわかると思います。このように Bb のトライアドが使われています。それぞれの音は D7 に対してフラット13ス、ルート、シャープ9スになっています。元のコードに対するフラット13スの音からのトライアドを弾くと覚えるといいでしょう。これらの音が含まれるのは D オルタードスケールです。では10小節目です。これも最後の和音は次の小節の G7 でのフレーズがシンコペーションされたものと考えます。そうすると、これも3つの音だけでできているのがわかります。これは A のトライアドになっています。それぞれの音は C7 に対して13ス、フラット9ス、3度となります。これは元のコードに対する13スからのトライアドと覚えましょう。これらが含まれるのはコンディミです。では違うキーで見てみましょう。キー C です。G7 ではフラット13スであるミのフラットをルートとする E フラットトライアド。F7 では13スであるレをルートとするD トライアドを弾きます。では応用できるように今回のフレーズの作り方をまとめてみましょう。キー D で見てみます。コードは5-7、4-7なので A7、G7 となります。A7 のフラット13スであるファをルートとする F トライアドの分散を弾く。G7 の13スであるミをルートとする E トライアドの分散を弾く。これだけです。このようにアッパーストラクチャートライアドを考えるのもいいかもしれません。5-7の上にフラット3のメジャートライアド、4-7の上に2のメジャートライアドということになります。アッパーストラクチャートライアドについての詳しい解説はこちらの動画をご覧ください。こちらも概要欄にリンクを貼っておきます。今回はフレーズをそのまま覚えるというより、ドミナントセブンスコード上で使えるアッパーストラクチャートライアドを覚えるという方が応用が効くと思います。では応用例を見てみましょう。今回のフレーズと同じようにブルース進行で使ってみました。 G7 で E フラットトライアド、 F7 では D トライアドを使っています。今回のフレーズとは少し違って、
G7 分の E フラットを単独で使ってみました。このように必ずしも5-7、4-7とセットで使わなければいけないわけではありません。これは G7 分の E を単独で使ってみた例です。今回のフレーズのように4-7から考えるのではなく、5-7の上にフラット3のメジャートライアド、5-7の上に3のメジャートライアド。要するに、5-7の上にフラット3、もしくは3というアッパーストラクチャートライアドが使えるというふうに覚えるのもいいでしょう。というわけで今回はミシェル・カミロのワンフレーズを紹介しました。かなりアウトサイドに聞こえますが、オルタードもしくはコンディミなのでアウトしているわけではありません。アッパーストラクチャートライアドを使ったこのフレーズをぜひ試してみてください。